TBS 今週のポップスベスト10は TBS ラジオの制作で1975年4月から1984年3月まで放送された洋楽チャートラジオ番組。パーソナリティは小島一景。本校では前身番組にあたる今週のベスト10、ホリデー・イン・ポップス、全国ポップスホット10、TBS 今週のベスト10についても述べる。 TBS ラジオのチャート番組の源流は1957年1月に放送を開始した今週のベスト10まで遡る。日本におけるチャート番組の草分けとされるユアヒットパレードから遅れること1年余り、番組開始当初は水曜日の日中の放送であった。本番組の歴代パーソナリティには若手時代の山本文夫や鈴木史郎といった TBS アナウンサーや あとに、ラジオ関東の全米トップ40で進行役を務めることになる、湯川玲子も名を連ねている。今週のベスト10は1969年に発展的解消し、パックインミュージックで人気だった俳優の赤山、現像とディスクジョッキー、音楽評論家の八木誠、そして女性バイリンガル DJ の走りだったニッキー、山室のトリオによる新番組、 ホリデーインポップスに内包される形で新たに TBS トップ40として放送を開始。ただしチャートに関する各種記録の取り扱いは今週のベスト10から連続したものとされた。ホリデーインポップス終了を機にチャートの発表は全国ポップスホット10のタイトルで再度独立番組となる。パーソナリティはヤギマコトと牧村慎吾。その後パーソナリティは TBS アナウンサーの宮内静雄に交代し、この番組名での放送は1972年3月まで続いた。なお、八木牧村時代の音源は2020年6月8日の TBS ラジオ、玉結び放送内で、当時の番組スポンサーだった三井造船のコマーシャルとともにオンエアされている。1972年4月より、方角チャートと、 洋楽チャートの発表が一つの番組に内包され、TBS 今週のベスト10としてリニューアルされる。歌謡曲ベスト10とポピュラーベスト10は独立しており、それぞれのチャートを交互に発表する形であった。ポピュラーのベスト10は、全国、ポップスホット10から引き続き宮内静雄が担当。歌謡曲のベスト10は、久米宏が担当した。その後、ポピュラーベスト10の担当は、 小島一景に交代。小島時代より、小島特目がそれぞれサイコロを振り、大きい目が出た方の担当する曲を多く流すという、スタイルに変更。これは、国広両方のベスト10を発表するにもかかわらず、放送時間が賞味40分程度しかなく、イントロから流す曲を一曲でも多く増やしたいという、苦肉の策でもあった。1975年4月より、 歌謡曲とポピュラーのベスト10は分割され、歌謡曲ベスト10は、千密のワクワクサンデーからただいまヒット中からのタイトルで独立番組となる。ポピュラーベスト10も、TBS 今週のポップスベスト10と番組名を改めた上で独立番組となり、引き続き小島一景の担当で、ランキングの発表が続くこととなった。この番組開来、独立に際しても、 ランキングに関する記録集計は今週のベスト10時代から連続通算しての扱いとなっており、1979年には今週のベスト10スタートから20年余りの通算記録が編算され、同年の大晦日には1970年代の10年間ランキングが発表されている。放送時間は当初月曜19時19時30分だったが、その後は大半の期間で、 日曜2時30分3時であった。1982年より番組タイトルは TBS ポップスベスト10に開題されたものの番組内容パーソナリティに変更はなかった。月間ランク表の表面。ここには5年前と10年前の月間ランキングが記されている。ホリデーインポップス時代より希望するリスナーに対してランク表の配布が行われていた。これは 検信用に手を貼った封筒を番組に送ることでもらえたもので、聴取者サービスの一環でもあった。月間ライク表の理念、1ヶ月間のランキング推移に加え、レコード番号や発売日なども付記されている。TBS トップ40時代はほぼ毎週の発行で、楽曲名、アーティスト名に加えて、レーベルレコード番号が記載されたものであった。表紙には、 パーソナリティ3名の写真があしらわれていた。TBS 今週のベスト10以降は月に1回の発行で楽曲の週間ランキングに対して1位を20点以下1点刻みで20位を1点としたものを集計し、月間ランキング形式にして掲載。ランクインしたすべての楽曲の週間順位推移は、もちろん、レーベルレコード番号、発売日が記載されており、資料的価値も、 非常に高いものであった。原則として、本校でのアーティスト、曲名表記及び第1位獲得曲は、今週のベスト10時代からのチャートデータをもとに、編算された洋楽ヒットチャート大辞典の、各年度ランキングに記載されている表記に従う。1979年12月31日の3時30分より90分の、 特別番組として1970年代の10年間ランキングが放送された。パーソナリティは通常放送と同じく、小島一景、番組テーマも通常放送と同じものが使われた。ランキングの決定方法は年間ランキングや月間ランキングと同じく、週間ランキングの1位を20点、以下1点刻みで20位を1点とし、同点となった場合は、同順位として発表。 19位からの発表だったが、4位と3位の発表の合間には21位から30位の楽曲名及びアーティスト名の読み上げが行われた。以下に番組で発表されたランキングを記す。楽曲名表記は番組で読み上げられた当時の日本版タイトルに従う。番組終了後、TBS ラジオの洋楽チャート発表はヒットオンサンデーの1コーナーとして引き継がれ。 1989年4月より TBS サンデーベスト10として17年ぶりに歌謡曲のベスト10番組と統合番組の前半部分が歌謡ベスト10の発表後半部分がポップスベスト10の発表という形式で放送された AB ヤギマコト、洋楽ヒットチャート大辞典小学館2009年2月9日3ページラジオ東京スピリッツ tbs ラジオコミュニケーションズ2013年12月19日時点のオリジナルよりアーカイブ2020年11月20日閲覧 ab ラジオ東京スピリッツ tbs ラジオコミュニケーションズ2013年12月19日時点のオリジナルよりアーカイブ2020年11月20日閲覧19位が同点で2曲あったため ありがとうございます。